皆さんこんばんは。本日は進撃の巨人シーズン3アタックオンタイタンスペシャルイベント夜の部お越しくださいまして誠にありがとうございます。本日 MC を務めます松澤千秋と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあでは早速出演者の皆様からご挨拶いただきましょう。まずは梶さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。 LA 映画役の梶幸です。ライブビューイングもねご覧になってる皆さんもいらっしゃるということで、はい、実はねこちら両端のカメラに、はいはい、現在、はい、映っておりまして、はい、こんばんは。劇場で配信されているはずです。あーこちらね、はい、ね、両端で、はい、ね、まあ、この会場のみならず多くの方にご覧いただいていること、ご覧いただいているということでとても嬉しく思います。うん、進撃の巨人としては結構久しぶりのイベントということになりますが、はい、昼の部の方も大変盛り上がりました。作品への思いが本当にみんな溢れる素敵なイベントでしたので、夜の部も一緒に盛り上がっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて石川さんお願いします。はい、ミカサーカーマン役の石川由依です。本日はご来場いただきありがとうございます。シーズン3のパート2を4月に控えておりまして、その前に、たくさんの方と、ライブビューイングでは全国の皆さんに、見ていただけるということで今日はすごく楽しみにしていました。短い時間ですが、楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて井上さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。アルミアルレルト、アルレルト役井上麻里奈です。あれ昼の方うまくいったのか。うまくいった、ちょっと今練習してなかった。アルミアルレルト役井上麻里奈です。そして、ライブビューイングでご覧の皆さんこんばんは。ライブブーイング。ブーイングは起きてないことを祈りますけど。起きてないことを祈ります。よろしくお願いします。そうですね、先ほどお昼の会を終わったんですけれども、劇中でですね、まあ、いろんな劇中 の、 映像とかをみんなで、まあ、見るコーナーなどがありまして、その際にですね、ファンの皆様の顔をちょっと拝見させていただいたんですけど、本当に何人もの方が、映像とともに涙してくださってる方とかがすごいたくさんいらっしゃって、本当にこの進撃の巨人に思い入れのある方が、本当に今日お集まりくださってるんだなっていうのを改めて感じました。今日は皆さんで素敵なイベントにしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて谷山さんお願いします。はい、ジャン・キルシタン役の谷山貴章です。はい、ジャン。これコール&レスポンス、いじっていただいてチラッと聞こえたんでクラストの方がいるなと思って、ジャンクラストの方で大切にしていきたいなと思います。はい、昼も大変こう盛り上がったんですけど、はい、夜もね、僕自身楽しんで、いきたいなというふうに、思いますので、ね、作品がなかなか、結構シリアスなんですけども、イベントはねせめてこう楽しく、楽しいところで楽しくやっていきたいなというふうに、思っております。しばしの間、お付き合いください。最後楽しんでってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続いて小林さんお願いします。はい、皆様こんにちは。こんばんは。そうだね。そうね。すいません。こちらの方の。そうですね。はい、お昼のお約束でございます。安定のパンですね。安定のパンでございますね。はい。こちらの方で、お馴染みにさせていただいております。サシャブラウス役を演じさせていただいております小林優と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、ではね、じゃあパンをバトンタッチしていただいた流れで、はい、下野さん、どういうこと。下野さん、それはパンですよ。こっちこっち、左手の方。ごめんなさいね、安定のやつをありがとうございます。一回パンしまいます。はい、じゃあね、またね。あ、 ありがとうございます。だいぶそこに尺割くんですよ。やはりですね、こう食品でございますから、うん、こちらの方ですね、ここに置いとくのは忍びないので、はい、お預けいたします。はい、受け取りました。美味しく召し上がってください。ありがとうございます。そんなわけで、パンを受け取る係の、コニースプリンガー役下野ひろです。皆さん今日は最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。終わりました。はい、ありがとうございます。では続いて三上さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。自分で言っちゃう。ちょっと女性陣のね、そうですね、黄色い声がちょっと聞いてみたかったんですよ。でもちゃんと振った方がいいんじゃないじゃん。いや、いいですか。皆さんこんばんは。ほら、なんかいいですね。それでよろしいですか、女王陛下。はい、ありがとうございます。大
丈夫かな、はい、ということで今日も女王としていろいろ頑張っていきたいと思います。ユミルを感じながら頑張ります。だからユミルは別、うん、はい、手紙しおりでした。ありがとうございます。始まんだよこれから。はい、はい、ありがとうございました。女王陛下、では続いて神谷さんお願いします。はい、神谷さんのテンション下がっちゃってるじゃねえか。どうも皆さんこんばんは、リヴァイの声やらせていただいております神谷浩です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ神谷さんもね、特に久しぶりではございますが、はい、今回のイベントはそもそももう1年半以上ですね、進撃の巨人としては2017年10月のアタックオンタイタン2以来。だいぶね時を経て、はい、こうやって、うん、なんでしょう、いいタイミングで皆さんとご一緒できてすごく嬉しいです ね、はい、満を持してお届けできるかなと。 そしてね、あのぜひあのライブビューイングでご覧の皆様も会場にいるような気持ちでお楽しみいただけたらと思います。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、しましたそんなにライブビューイングの皆さん多分味方だと思いますよ。そうです、ちょっと反応がないからなんかこう別にどうしたらいいのかな。巨人いないですから大丈夫ですよ。お客さん全巨人じゃないですよね。今消えてんじゃないの。テレビの皆さん、なにこれ、俺別にテレビに映りたい人みたいな、そういうわけじゃないからさ。いやいや、きっともう喜んでいらっしゃいますよ。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん多分いないよ。お母さん多分いないよ。さあ、進行の方すいません。はい、受け取りました。